ちょっと次の、フェイスの試合についてちょっと言いたいんだけど、あのいろんなところからさ、こうノアのマイバッハ谷口がどうのこうのっていろいろ聞いて、あいつなんかその椅子でこの間も俺のこと殴ったけど、試合中もなんかめちゃめちゃなことするって、そうだろ、なんかな、うん、なんか そうらしいんでみんな言うんだけど、なんか前 俺はあんま見てないんだけど、マイバッハ谷口はなんかめちゃめちゃなことする、なんか椅子も使うわ、何がなんかいろんなことするっていう話なんで、まあまともな試合なんねえなと、これじゃ思ってて、なんかその反則して場外もやってって話なんで、もう普通のルールじゃ多分普通の無理だ、うん、だったらあのハードコアルール、あの反則しても OK なんでしょ、俺ハードコアマッチとかあんま好きじゃないからやんないんだけどさ、なんかルール無用マッチっていうの、そういうの、うん、でやったらいいと思うんだよ、うん、俺は喧嘩だと思ってるからさ普通に、うん、武器でも何でも使ったらいいと思うし、俺もそれなりにねやるから、うん、椅子で殴られてるかさこっちはさ、うん、マジぶっ飛ばすからさ本当、うん、あいつに言っといてよ、うん、当日ハードコアルール、うん、ルール無用、喧嘩待ちしようぜって、うん、やろうぜって、以上です。